こんにちは、立東取材班の足立です。今週は中京5レース、日曜日ですね、中京5レース新馬戦ですね、こちらの方紹介したいと思うんですけども、グレースオブナイル杉山厩舎ですね。これなんですけども、母親がジュエルオブナイル、あの小倉2歳ステークス勝ったまで、まあ新馬連勝してね、まあ早い決闘かなとは、早熟決闘なのかなっていうところもありますし、まあそういう意味でもね、新馬から狙えるところはあるんじゃないかと思っています。まあ販路のね、動きの方もですね、430キロ台になりそうだという話なんですけれども、まあ非常にこう芯の入った走りといいますか、あんまりぶれない走りをしていましたので、まあそういう意味では、まあ、今週の雨予報のババアみたいなコースでも走ってくれるんじゃないかなと、まあ、父親の方がタートルボールということですね。こちらも時計のかかるババっていうのは、むしろ、まあ、瞬発力勝負になるよりは合っているタイプだと思ってます。そういう意味でも、まあ、ここで走る条件は揃ってそうな感じはありますね。まあ相手の方もですね、バトデュシエル、これはさすがにセレクトセールでもね、5200万、ロードカナロア3区、エルダンジュ、母親もエルダンジュということでね、これもしっかりした芯の入った血統だなとは思いますし、動きの方もしっかりしています。伊豆城の奇跡、こちらも販路の動きはね、そこまでこう目立っているわけではないんですけれども、これもどっちかっていうとエピファネイア3区で力のいる馬場とかは得意なのかもしれないなという感じはしましたので、こちらもねちょっと抑えたいなと思います。スターライトジャズ、これもまだ若さがあるんで、まあ、来れるかどうかっていうのはちょっと微妙ですけれども、ここあたりまではしっかりとね抑えておきたい要素もんですね。この2頭までは抑えておきたいかなっていうところはあるので、まあ、グレースオブナイルから馬連で4点流して勝ってみたいと思います。中京メインの方はですね、ちょっと難解ですね。こちらは非常に難解で、まあ、これといった確たる馬がいない状況なので、どれが来ても不思議はないかな。ババもババですし、あんまり買い手が伸びないレースではあるんですけれども、まあもちろんアレスバローズ、レッドアンシェル、実力馬、星雲構成、このあたりはやっぱり抑えておかないといけないのかなっていう気持ちもありますし、ババは得意じゃないラインスピリットですけど、意外と展開力が向いて、中京高松の宮記念とかではね、見せ場も作ってる馬なんで、ここら辺で一発あっても不思議はないかなっていう気持ちもありますし、タマモブリリアンもですね、このまま、まあちょっと除外でね、函館からっていうちょっと条件的には厳しいと思うんですけども、まあこれもダンスインザダークサンク、母親もチャームダイヤということでね、まあババ、こういうババも向くんじゃないかなとは思ってるんで、このあたりちょっとボックスで絡めて買ってみたいなとは思うんですけども、まあ正直どれが来ても不思議ではないレースかなと思っております。まあ、ちょっと買うんだったら、まあ一発狙いでもいいのかなっていう気持ちも持ちながら、なかなか難しいなと思ってます。はい、競馬情報は競馬ブックスマートで。